おはようございます。伊賀忍者です。今ここは東京ドームホテルの前です。で、向こう側に観覧車が見えるのと、あと違うか、奥に揺れてるのが前回行った鯉のぼりが泳いでるところですね。で、今回はなんでここに来たかっていうと、この赤い絨毯みたいになってる、絨毯って表現あってるのかな、この多分ツツジだと思うんですけど、こう見事に咲いてるのを取りに来たんですけど、まあ世の中の事情ってことで中に入れなくなってます。残念ですけど。で、まあ人がまあいないんで、とりあえずちょっとこう粗相して登って、上もでも見えないかっていう、そんな感じです。ということで、東京ドームホテルの周辺でした。綺麗だと思うんだけどな。それでは。